バイカモは、金宝毛かキンポウゲ属の多年草の水草で、イチョウバイカモの変種の一つ。ウメバチモという別名もある。ただし、母変種のイチョウバイカモを、抗義のバイカモとして扱うこともある。なおバイカモ類という時には、バイカモア族の各種のことを指す。霊量で流れのある清流中に生育し、初夏から初秋にかけて、梅の花のような白い花を水中につける。葉は、 能力色で分裂し、流れに沿って1メートルほどに伸びる。清水では育たず、水槽での生育も困難。山菜として食用にもなる。日本固有種。冷水を好むため、北日本では水路や河川などに広く分布するが、西日本などでは上流や湧き水のある地域に分布域が限られる。そのため、都道府県別レッドデータブックで、 絶滅危惧種に指定されている場合も多くある。多年生の沈水植物。養芯は細かく裂け、糸状の裂片となる。イチョウバイカモなどの禁煙種とは違い、不要は形成しない。養芯の長さは2.0から 6.0cm。洋平は約 5mm だが、非常に変異に富む。花は、養液から伸びた、長さ3から 5cm の家系の先につき、 白色の花びらを5枚つけた花が水上で開花する。花の大きさは約1から1.5センチメートル。おしべ、めしべは多数ある。結実は水中でも起こり、閉鎖下である可能性が示唆されている。痩せ花の大きさは約1.5から2.2ミリメートル。地蔵川に生える場合かも。この一帯は異、性の清水として平成の名水百選に選ばれている。 上緑性。水中に茎を放腹させ、節から不丁根を出して水底に定着する。茎の長さは2メートル近くになることもある。生育適温は摂氏15度で摂氏25度を超えると生育できなくなる。なお水位が低下した場合、陸生型となって適応する。鳥取県も富川での調査によると、成長のピークは8から9月で、1日に、 約8ミリメートルのペースで伸長する。夏季は長く、ほぼ1年中開花が見られるが、6から7月に最も開花が起こるとされる。バイカモは、種子からの優勢繁殖やキレモからの無償的な繁殖、また水中系が伸長することによる栄養繁殖が可能であるが、主にキレモと茎の伸長による無償生殖によって繁殖しているとされる。またバイカモには、 水生昆虫が寄生するほか、ハリオなどの淡水魚が巣や産卵床として利用することが知られている。バイカモ類の各種は形態的に類似し、また環境の違いや地域による形態的な差異も大きいと考えられている。例えばバイカモはヒルゼンバイカモと形態的に非常に類似し、両者の中間的な形質を持つ個体も見つかっている。日本における バイカモ類においては、遺伝的解析によって、遺伝的に異なる複数の地域個体群が存在することが示唆されている一方で、分類に関係なく、新潟北部福島県あたりを境にして、南北型に分化しているという研究結果もある。民家の前の側溝を流れる、用水路に反もするバイカモバイカモは清流に生育し、夏季に多くの白い花を咲かせることから、 夏季に本州を目当てとした観光客が訪れる地域がいくつかある。例えば、滋賀県米原市のサメガイ地区にある地蔵川では、バイカモの群落が流域500メートルにわたって生育しているため、夏季には本州を目当てとした観光客が訪れる。他にも静岡県三島市の三島バイカモの里、福島県郡山市の清水川、山形県長井市内の水路などで、 観光資源として生かす試みがなされている。また、日本や中国では、本種などのバイカモ類が、ウダゼリなどの名称で食用、または薬用に使用されることがあるとされる。ありがとうございます。